屋食堂がねもう一軒あるということで、元軒だけじゃなくて四季っていうところなんですけどね、店終わってからまだ飲めるところがあるなんてちょっとすごいですけどね。ちょっとのんちゃん、やっぱそうやったの。大ジョッキですか、本さん。ちょ大の。すごい。かっこいい。男前、はい、男前や。この。じゃあ僕も頑張ります。はい。頑張ります。酔っ払ったら酒場ウロチョロ初の大ジョッキをちょっと乗せます。こっち。はいはいはい。はい、はい、どうも。酒場ウロチョロ初の大ジョッキです。頑張ります。弱いですもん。すげえ。1杯目にもらえなかった。でももう10キロ超えは上がったらしいです。10キロでも大きいですよね。それも、そういう使い終わったで一定期で済む。初めてです。うん、大噂金がやったんですけど、うん、細までやっとる浜口さんおる言うて、マジ、マジですか、そこまでは聞いとらないですけど。でかい、うん、ノーマチのアルビスって間違いノーマチのあるでしょ、もうでも毎日ないわ、私たちもね、あの奇跡の出前のとこ、毎回はないけど、たまんない、あるでしょ、中越パークのは何枚どうぞ、どうしよう、うん、うちの遥かというあそこにも出番じゃないかな、奇跡のあの川の手前は何、米島店です。あれもあるんですか。米島店です。うん、あそこは結構前からあるんですよね。うん、あそこはもう僕も一応ライム買っとるんで、あこで。そうそう、アルビスライムあんまりですね。そう、あこね、あこミントもあるんですよ。ミントもあるある。うん、ただ質がすごいめちゃくちゃ悪いですけど。大阪屋の方がね。いいですね。うん、いいです。安いし。120円とか。安そう。あれば買ってきて置いとけばいいわ。一回冷凍してみたいけど、あ、冷凍ダメですよ、すぐ黒くなります、うん、皮
香りはどうもないけどね、うん、見た目が悪い。そこでね、真っ黒なんですよ。昔言ったもん、自分で作ったことがある。どうなんかな、ミント自分、あなた自分で作ったんだ。僕はなんか、積んできてます、ロッケ行って、うん、積んでくんの、うん、自分でプランター作ったら、うん、太陽当たるせいか、やっぱ草の味ない。ああ、そうなんですよ。だから俺、あのスペアミント使うの、ペパーミント使う。スペアミントも草っぽいにか、うん、ペパーミントが。ロッケのスペアミント最高ですよ。そうなんや、うん、どこに生えとるの？土手、親ベガの土手です。これ薄い色のペパーミントはほっとけたほうがいいと思うんです、ね、うん、上品や。それは探したの？たまたまあのクワガタ取りに取って発見したの、なんか下からすっごい匂いしたもんで、何よと思ったらミント生え咲くとったんですよ。すごいは強いからね、うん、自生するんですね、うん、日陰の方はね、蜜蜂してない。はい、四季さんでしたね。これどっちなんだ、これ全然書いてないやんけ。あ、あそこだ。四季さんですね、朝6時ぐらいまでやってるそうなんで、深夜食堂パート2ですね。はい、じゃあ次までどこ行こうかな。はい、それではまた。どうも、イミサテケイです。今回はですね、補足と、訂正とお詫びの、コメントです。まずですね、最近よく提供についていただいてました高岡、スナック88箇所巡り同好会の、同胞の方の字が、ちょっと違うということで、今度から、訂正させていただきたいと思います。ここにまだ書いておきますけどね、はい、同胞会の方の字がちょっと違っておりました。それが、ラーメンポルトの、告知の中で高岡市伏木古国府と出るんですけど、古国府の、府の字が、分けるという字になってるんですけど、これ本当国府の府になりますね。これまたここにちょっと直して書いておきます。あとそれからですね、あとラーメン屋の場所がね、不思議に詳しくない人はわからないという、意見をいただきましたので、まあ、簡単に説明しておきますと、まず、不思議駅の、まあ、近くにありましてですね、不思議駅のロータリーに入ってもらって、向かってで右の細い路地の奥にの真ん中ぐらいにラーメンポルトはございます。で駐車場はこのロータリーのどこでもあの車線引いてありますので、そこに停めてもらっても結構ですし、まあ、あとその隣に観光駐車場というのがありますので、そこに停めてもらっても結構です。だから駐車場に関しては、気にしないで、来ていただければいいと思います。はい、以上訂正お詫び補足でございました。